こんばんは、ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いいたします。さあ、スペシャルゲストの方お越しいただいております。 YouTube チャンネル不思議大百科より下駄花尾さんです。お願いいたします。お願いします。最近あの、ねはい、あのいろんな活動されてましたけど、はい、あのタイに行かれてませんでした？あ、タイ行ってました、行ってました。またなんかそこでもいろんな取材もされたみたいですね。そうですね、あのタイ在住のライターの高田さんという方がおられまして、はいはい、でその高田さんのアテンドで、一番 の、 その目的はサックヤンというタイのお坊さんが入れる入れ墨を入れに行くっていう。へえ、ゲタさんが、はい、反射です。いやだとしたらあのすぐお帰りください。失礼しました。違うからね。まあまあ、ちょっと儀式をね、はい、タイの儀式をちょっと受けに行くっていうのをやってきてまして、まあ、それがメインでしたね。あとはまあそのタイの心霊スポットに行くとか、あ、まあ、ちょっといわくつきのところに行くとかっていうのを、まあ、4泊5日ぐらいで、はい、行ってまして。だって今日つけてらっしゃるこちらも、あ、これね、これもあのタイの、まあ、呪物というかお守りみたいな感じなんですけど、これはね、まあ、シンガポール人に下駄、これあお前にやるって言われて、うん、ありがとうございます、これ何すかって言ったら、あの若い女性の骨と血と髪の毛と油が入ってるって言われて、すごいものが入ってますね。いや、全然僕コレクションしてへんけど、まあ、ありがとうございますってもらって、これ何に効くんすかって聞いたら、下駄これをつけてたらめちゃくちゃモテるって。いやでもちょっと待ってくれと、これ持ってるやつ多分モテへんと思うでと一応僕は言ったんですけどはい、はい、まあ、でもあのすごいモテるやつらしいんで一応つけてるんですけど、いわゆるその恋愛お守りみたいな。ああ、そうです、そうです。実際につけてから変わったりしました？女の人の血と骨と髪の毛と油持ってるやつモテると思います？確かに。いやでも僕欲しいですよ。いやモテるな、モテるんだ。ちょっと違和感ありますけど、ね、いやでも、いや全然本当にカラビナにつけとくんで。カラビナになんかこういうところにつけとくん、そこにつけようとしてるんです。すっごいまっすぐな目で本当に欲しいんでしょうか？欲しいですよ。だって未婚なんですから、なんとかしてください。なんとかしてください、まあ、それがね入ってるって聞いたらちょっと気持ち悪いなって思ってるかもしれませんけど、お守りはお守りなんですよ。だからお守りなんですね。そうそう、だから怖がるものではないんですけど、でもそれって、はい、田中さんとかもそういう油とか持ってるじゃないですか、どこからそれって、はい、その女性って、それはテレビで言えるのかな。そこですよね。あのやっぱそういう事件もあるらしくて、そうですよね、あの、まあ、ほとんどそうじゃないんですけど、一部要は墓荒らしで取るような悪質な人らもどうもいるみたいなことはちょっと聞きましたけどもね。あ、まあ、でもその一応僕のサックヤンというタイのお坊さんが入れる呪符があるんですよ。呪符、はい、あの昔々タイって、まあ、そのいわゆる呪符、それを買うお金がない時ってどうしよう、お金がないどうしようかなっていう時に、じゃあ体に変えちゃえばいいじゃんって言って、でそれでサックヤンという、うん、その入れ墨形式の呪符を入れるという、でそれを入れてきたんですけど、僕はね首なし虎っていうやつを入れたんですよ。首がないんですよね。でそれ何かって言ったら、なんかねカンボジア経由の文化だとは言ってたんですけども、まあ、首がないので前がこう見えないので、もうガンガン前に進むみたいな、マフィアとか警察官が入れるっていうやつをまあ入れて、でそれをまあこう腕に履いてるんですけど、その入れる時にあの下駄と、あの今から首なしと虎を入れるけれども、お前の体に虎が入るかもしれへんって言われて、だからでお前がぶわっと暴れるかもしれへんけど、ただ押さえてるやつが2人おるから安心しろって言われたんですよ。マジかと。でまあその入れ墨を入れて、で入れた後にまああーちゃんって言うんですけど、あーちゃんのがこのなんすかね、手をこうあらららららってこうなんか自分の僕の入れ墨に向かってわーってこう呪文を唱えるんですよ、はい、そしたら僕じゃなくて押さえてたやつがうーって言い出すお前かみたいなの映像があるんですけど見ます？おもろ、ちょっと見てほしい。あ、これです。入れてる、入れてる、入れてますね。笑っちゃいけないけど、奥の青の男性がね、酒飲みすぎただけなんじゃないですか。完全に虎そっちに入ってませんっていう、そうなんですよ。池田さんが気づきましたね、今あれ。僕の顔いいでしょ。いや顔いいですね。どうしようっていう。ちょっと見ますね。
境界ちょっと怖いぞ。あれ虎入っちゃってるじゃないですかっていう映像なんですけど、はい、こんな感じなの。この青い T シャツの彼なんその僕最初マフィアや思ってたんですよ。めちゃくちゃいかついから、うん、そしたら警察官って言ってました、ね。なんかそのミリタリーポリスって言ってたんで多分軍警察なんですけど、タイってそこそこの頻度でクーデターとかなんか学生運動とか起こってて結構死傷者が出てるので、その自分の同僚とかがやっぱり亡くなったりとかしてたから、で彼もその首なし虎をなんかお腹に入れてるみたいですね。でもダウンタウン浜田さんいたら完全にお前に入んのかいってもうどつかれてますし、いやそうなんですよ。いや僕もねもうね言おうかなと思ったけどでもマフィアや思ってたから言われへんな思って。往年のゴッツのコントを、だから俺マスクの下めっちゃ笑ってますからね、あれ。もう顔と いい顔してますよね、ゲタさんね。いいでしょう。しょっぱなは思いますよね、やっぱり。うーって言い出してたね、お前かいよく笑わずに、うん、入れる自体は痛いんですか。めちゃくちゃ痛いっす。あ、痛いんですね。あのこうね、まあ、映像にはないんですけども、その長い棒を使ってこうやってこうやるんですよ。機械じゃないんですか。機械じゃないんですよ、手彫りなんですよ。で、あの多分なんですけど、その針なんか僕掘る前からもう先黒いんですよ。こいつ針変えてへんなって思ったし、一番怖いじゃないですか。あの棒がめっちゃ汚いんですよ。衛生面もちょっとあれですね。タイに衛生面を求めたらダメなんです。そんなことないですよ日本ほどのね、日本ほどの、まあまあ、ね、その状態やったんで、まあ、なかなか辛いちょっと儀式でしたよね。まあ、ね、今後その虎が入って、はい、ますますね、下駄さんがもう大躍進ってことになってくと、やっぱりこのね効果があったのかもしれない、ね、はい、だからこの虎は、まあ、そのバッと突き進むっていうのと、あと、まあ、あのすごい体を守るお守りっていうのはあるっていうのと、あと最後に言われたのが、あの体が柔らかくなるっていう。え、すみません先生、その体が柔らかくなるってそれがどうしたんですかって聞いたら、あの下駄、お前は今からタイから、まあ、日本に帰るだろうと、で飛行機に乗るだろうと、もし墜落しても体が柔らかいから大丈夫だって言われて。どういうこと。グニャングニャンになるんですか。ゴムゴムの みたいなね。ありがとうございますって言って一応言っときましたよね。ちょっと楽しみですね。はい、ちょっとまた、ね、はい、いろんな取材の話も、ね、あるでしょうけど、またね、ぜひあの教えていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、今日お願いいたします。では続いてのコーナーに参りましょう。金融怪談ファーストテイクです。ここからですね、怪談師の方に初出しの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクなんですが、本日怪談を披露していただくのは下駄花尾さんです。お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あちらの方お願いします。はい、やめて、なんかそこで俺かなみたいな感じとか直前まで伝えられてるんですが、誰が来るかわからない、小芝居みたいな。誰だ誰だ、ちょっとあってもいいんじゃないかさあ、下駄さん準備いいですか。はい、大丈夫です。はい、本日はなんとご本人持ち込みの怪談披露していただけるそうです。それでは下駄花尾さん、よろしくお願いいたします。はい、これあのとある橋の話なんですけれども、まあ、橋はですね、結構この心霊スポットって言われるような場所、日本全国各地にありますけれども、今現在、僕がお話しするこの橋なんですけども、すごいライトアップがされていて綺麗になってるそうなんですよね。あのインスタ映えするような感じになっていて、まあ、到底そんな心霊スポットみたいなこうイメージがなくて、夜になってもですね、結構カップルが、その綺麗なんでね、イルミネーションを見に、来るぐらいのところなんですけれども、でもその橋ね、見た目がそんな感じなんですけど、めちゃくちゃ心霊スポットって言われてるんですよね。でなぜそういうふうに言われてるかというと、この橋、今はイルミネーションですごく綺麗な橋になってるんですが、そのちょっと前まで木製のすんごい古い橋だったらしいんですよ。でその時にそこの橋から飛び降りちゃう人がですね、毎年毎年たくさんいたと。そこからですね、なぜか女性の幽霊が出るというような噂が広まり、でそしてその橋の近くにダムがあるんですけども、そのダムもですね、建設の時に殉職者の方が結構な数がいたりっていうような、まあ、ある意味こう意味地のような感じになっていて、今現在綺麗なんだけれども、まだ、心霊スポット、ちょっと怖い場所っていうふうにやっぱ言われてしまっているという橋があるんですよ。でこの橋にですね、まあ、興味を示した、とあるご夫婦がいらっしゃいまして、
このご夫婦なんですけども、まあ、男性の方と女性の方両方とももともとその怪談とか心霊スポットが大好きな人で、でなんならそれがきっかけで結婚したぐらいらしいんですよ。で、お二人がですねその仕事が休みが重なった時にあちょっと久しぶりに心霊スポット行こうかというふうになったらしく、でその中で今回さっき言ったその橋にも、まあ、行こうということになったそうなんですよね。で行く時にですね結構そのなんか探知機みたいななんかいろんなね機材を持って行って、もう本当 YouTuber ばりの取材というかねやるらしいんですよ。ただ、動画とかはこう全然回さなくて本当に自分たちだけで、こう幽霊の存在を確かめたい、幽霊見てみたいと、そんな気持ちで行くらしいんですよ。でその日はですね、まあ、他の神社とかそういったところを回りながらいろいろ行くんですけども、まあ、特に何も起こらなかったそうなんですよね。で実際心霊スポット行ってもねそんな何か起こるとかな少なくてですね、まあほとんど起こらないんですよ。で今日も不作かなと思いながら、深夜の0時を過ぎたあたりで今言った橋に到着するんですよ。でその橋なんですけど、まあ、車で向かって駐車場がありまして、でその駐車場に車を止めて、でそこからちょっと小道を歩いて橋の方に行くんですよね。で、真っ暗の中ですよ。で奥さんはまあ外 の, この夜の風景見て、わ暗いなと、あなんかすごい結構深い森なんだねとか言ってこうキョロキョロしてたら、旦那さんが橋の方を見てあーって言うんですよ。でそのまま橋にダーって走っていたらしいんですよね。で奥さんがちょっとどうぞねって言ってる間に旦那さんが橋の真ん中まで行きましてですね、真ん中でなんかねゴソゴソなんかすごい暴れてるんですよ旦那さんが。で、どうしたんだろうと思って、奥さんもですね橋の真ん中に行きましたら、旦那さんが女性を羽交い締めにしてるんですよね。でこれ何が起こったかというと、その橋の真ん中で女性がまさにその手すりをこう乗り上げて飛び降りようとしてたらしいんですよね。で旦那さんが見つけて羽交い締めにして、で奥さんもですねその女性をこう抱きしめて、ちょっとやめなさいと。でもその女性ね全然もうすごい抵抗してですね、めちゃくちゃすごい力らしいんですよ。それでもちょっとやめてもうちょっとダメって言ってたら急に力が抜けて、で女性がそのまま泣き出したと。でとりあえずこれ橋の上なんでちょっととりあえず離れようということで、まあ、車の方まで戻りまして、でそこからちょっと話聞くからいいよねって言って、でコンビニまで行ったらしいんですよね。でコンビニに行ってですねコーヒーとかお茶を買いまして、で飲ませて、でそうしたらだんだんこう落ち着きを取り戻して、その何があったのと大丈夫っていろいろ話を聞いたところ、その女性ね21歳の大学生だったらしいんですけれども、つい本当に最近姉夫婦と一緒にこの橋に来ましたと、なぜかというとそのイルミネーションが綺麗で、ものすごく、美しいところだからということで、その姉夫婦と一緒に、まあ、観光がてらに来たらしいんですよ。でその後お家に帰ってからすごい夢を見たと。でその夢が何かというと、自分が真っ暗なところに立ってるんですって。でずっとなんかこうサラ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 っていう川のせせらぎの音が聞こえる。であれここどこだろうなと思って上を見たら、なんかね真っ暗な中すごい黒い線がピーッと一本入っている、なんかそんな映像を見るらしいんですよ。で星空が見えるんですよ。あれこれなんだろうなと思ってたら、橋の黒いその橋のところからですね黒いのがポンと飛び降りて自分の眼前に来て最終的に真っ暗になるんですって、その夢をもう毎日毎日見ちゃうと。でもこの毎日毎日見るたんびにですねだんだんこの鮮明になってくるんですって。この黒いのがまあその橋で、で飛び降りてるのこれ人なんだな、これ誰が飛び降りてるんだろうと思いながらよく見てみたら、すごいにんまりした自分の顔だったらしいんですよ。でその夢を見てから急に、まあ、自分の顔というのを気づいてから急にこうガバッと起き出して行かなきゃってなったらしいんですよ。自分はここの橋の下にいると、だから自分はそこに行かなきゃいけないと思ってそのまま木の実木のまま、車の鍵と、自分の貴重品持ってで車に乗って、でそこの橋の駐車場に車を止めたらしいんですよ。で車を止めて車から出た時夜来たはずなんですけど、すごい明るくて真っ昼間みたいな感じだったっていうんですよ。でそのまんま明るいから、橋のところまで行って真ん中まで行って下をふっとこう見てみたら、自分が橋の下でこうやってこう手招きしてるっていう。であここかと、そういうことかと、ここに行きゃいいんだ
と思ってその橋の手すりのところにこう登って降りようと思ったところにその旦那さんがガッと言ってお前何やってんだって言って引き止めたっていう話なんですよ。でまあこの女性ですね、まあもしかしたらまた今後もね何かあるかもしれないしということでなんか LINE の交換だけはしてるそうで、で今現在もその女性の方とまあたまに LINE でやり取りとかしてるそうです。なんかその学校の悩みというかまあそういうこととか親の話とかねなんかやってる中でやってるそうなんですけど、まあ今現在は別にそんな飛び降りとか全然そんな気はないんですけどと、まあ、でも今でもなんかそういう夢をね見ちゃうんですっていうことは言っていたので、まあちょっと今後も注意しながら付き合っていきますっていうお話です。ありがとうございます。いやーだからまあねその方いまだに夢を見続けてるというちょっと現在進行形の話ですもんね、うん、そうですよ。実はねこの話今年の4月らしいですよね、つい最近ですよね。まあなんかね話だけ聞いたらやっぱその引っ張られてるみたいなことになっちゃうんですけどね、ちょっと心配ですけどね。マコさんいかがですか。自分自身にこうね、そうそうそう、ドッペルゲンガーみたいなものにこう誘われてるみたいな話はあんま聞いたことないから。でもそれでねその橋が有名になっていくわけですよね。そう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 、ね、もう昔から多いんですよ、名所なんで。だからそれを考えたらそこはそういう風なもう一人の自分が呼び込むんだって考えたらめちゃくちゃ怖いなと思って、どんだけねメンタルしっかりしててももうなんやろってなっちゃうのかなっていう、ね、自分に呼ばれてるっていう ねある意味一番びっくりもするし、ね、一番興味持ってしまう対象ですもんね。うん、なんか最初ねそのハガジメされた時に暴れてたのがそこに行かないと自分がなくなると思ったらしいんですよ。はー、行ったらなくなっちゃうのにね。そうそう、行ったらなくなるんだけど、うん、逆なんですけど、うん、でそれで暴れてたんやけど急にそのふっとそれが消えてあの怖くなってそれで泣いてたってなんかおっしゃって、もしかするとそこでね他の方も自分に呼ばれるような感覚でっていうこと、うん、パックさんね、なんか聞かないですよね、あんまりこの夢とかだったらデジャブとかはありますよね、あここ夢で見たなみたいなぐらいはあるんですけど、だから夢でここに行かないといけないっていう風になって、たまにねやっぱ金縛りとかあった時にあの家の近くの建物が出てきたりとか、でずっと閉まってた建物でこう扉がついてるような場所で あそこ夢でさっきの金縛りで見た建物家の近くだなとか、でその扉の中ちょっと行ってみようとか思ったりすることがあるっていう話がたくさんあったりするんですけど、だからその方もちょっとそういう感覚に近いですよね。ちょっと夢で見てここ行かないといけないって思うとか、僕多分ね自分自身じゃなくて自分に化けた何かな、なんかそんな感じ、なんかそんな気もしますよね。はいはい、呼んでるんですかね、ずっと。でもしかしたらそこで何人もの方がってなるとその方たちの思いとか、そうです、ね、集合体のようになってしまうのか、そもそもそこにいる何か良くないものなのかとかね。でもよくあるじゃないですか、あの人そんな自殺する前、そう自死する前までそんなことなかったですよ、うん、何も悩んでなさそうでしたよみたいなのもなんかもしかしたらそういうことなのかもしれないですよね。でしかもそこにその前に一度訪れてて、うん、その後じゃないですか、うん、そうですね。だからやっぱその行った時に何かにこう入られてしまって、うん、で多分正気を失ってしまってたっていう、ももさんその話なんか僕がなんかでちょっと聞いたことがあるのがかなり前の話なんですけど、30-40年ぐらい前にとある男性が演劇をなさっていたと。で演劇でその当時やっていた役が罪を犯した罪人みたいな役をやってたそうなんですね。でその役の稽古をやって、その日お家に帰ろうと思ってとある橋を渡ったら橋の水面を降ってみた時に自分が演じてた役そのままみたいな形の姿が映ってたそうなんです、うん、自分の姿がそうなってる。え俺さっきも化粧とかも全部落として普通の姿で言ってるのに、あ自分がやってた役と一緒のやつがなんか自分の姿になってる、うわ怖みたいなことをすごく思ったそうなんですよ。でそのことっていうのがすごく気になってて、1回だけの経験だったんだけどその橋の土地とかの場所を調べたらその場所が東京にあるですね、面影橋っていう橋で、はい、でこの橋っていうのが罪を犯した人が橋を渡って刑場に送られていく時に最後通る橋なんですよ、うん、でそこで
まあ、俺はもう一生がこれで終わるって言って川の水面を見て自分が映る姿を見てこの世の面影みたいのを残していくっていうところで面影橋っていう名称がついてる場所があると。だから、あ、なんか自分がやってた役と実際そこで行われて辛い思いをしながら形状で梅雨になっていった人とかのなんか思いが合致しちゃったのかなっていうお話を聞いたことがあったんで、あ、 なんとなく似てるなってちょっと思いましたね。確かに橋ってね、やっぱり こちら側とあちら側をつなぐもの で、うんうん、はい、で神社なんかでもね、こう橋を越えたら神域、うん、でこっちが人間界とかってあるように、うん、もしかしたらこの世とあの世のこう境目のすっごくこうふわふわした不思議なことが起きやすい場所なのかもしれないです、ね、うん、そうですね。あの火葬場の骨上げもあの橋渡しってしますからね。あ、このお箸とこのお箸をね、かけてるんで、かけてるんだ、そういう意味があるんです。千子さん、いかがですか。いや、自分自身っていうのがやっぱりあんまり聞いたことがなくて、例えばあの防空壕とかに行った時に家に帰ってきたら夢を見て、そこの防空壕にたくさんの人が並んでて、戻ってきてって、あ、戻らないとと思って準備していたところ、はっと気がついて、なんで行かなきゃいけなかったんだろうみたいな話は聞くんですけど、自分自身っていうのがすごく珍しいなと思いました。あと、その以前とある心霊スポットに行った時に、タレントさんですごく元気な女の子と行ったんですけど、ロケで、でこの辺りこういうことがあるんですよって話をしてた時に、もうはいカットってなって、そしたらディレクターさんが何やってんだって怒鳴り声が聞こえたんですね。振り返ったらその子が滝の本当ギリギリのところに立って、下にこうもう覗き込んでるんですね。何やってんだよって言ったら、もうニッコニコしながら、いや、だって下に行かないといけないと思ってって言いながら、いや、もういい加減にしろって、もうめちゃくちゃ怒鳴られて、もうガーッと引き戻されて、何やってんのって、いや、わかんないけどなんか下行かないといけないと思ってって言ってたので、そういうことって私本当に 目の前で見たので怖くなっちゃって。僕の地元でね、それこそ有名なその橋があるんですよ。で、橋ってそのもうそこで向こうが行けないように手すりの上に今度有刺鉄線ぐるぐる巻きされてるんですよ。絶対上にこう手かけないのになってるんですけども、でも最近補修した跡があったりとかね、あー、でも最近もとかって思っちゃってる人なんですけど、この橋ってあの橋の途中で車で行くんですけど止まっちゃいけないっていうルールみたいなのがあるんですよ、うん、なぜか分かんないけど、うん、でもまあそうなんだと思って実際に行ったら、マジでその看板、車上、あの橋の上で車の駐停車禁止、車上で止まるなとかって言って、もう街の看板がいっぱいあるんですよ。あ、もう何、なんか街を挙げてダメって言ってんの、これ何この看板、うん、橋の上で車止めるな、駐停車禁止っていっぱいあって、で、まあまあでもロケだったんで、まあ、そこに降りるわけじゃないですか。で、下見た時に思ったんですけど、なんかね、上から下見たら怖いっていうか、なんかすごいなんかね、不思議な感覚、うん、なんかこれもし一歩行ったら気持ちいいなみたいな変な感覚になったんですね。だからもしかしたらそうやってこう呼ばれちゃうというか、なんかそういう感覚になる人がいるから、橋の上での車の駐停車禁止っていう看板をわざわざあれだけこう貼ってたんだろうなって後々思ったんですけどね。不思議な感覚になりましたよ。確かになんかこう覗き込んだらこう吸い込まれる感じね。そうそうそう、なんか分からんでもないですよね。ふわっとね、風が、うん、なんかね、あの駅、電車とかで、あの車掌さんとか駅で働かれてる方とか、やっぱ注意としてこう前とかホームにやってくる電車が来るとき風が吹くらしいですよ。その風に乗ってふと行きたくなる時があるから、それは気をつけろみたいな注意があるっていうんですよ。だからもうなんか吹いてくる風っていうのがそういう、こう心理的な効果を生むのかもしれないですね。いやー、ちょっとね、本当に今現在進行形という話なので、ね、うん、気をつけてほしい。そうですね、あの橋に迷惑ですからね、本当にね。あ、なんか今なんか空気いきましたよ。あら、いや、なんか風が吹くとそういう飛び込みたくなる空、ね、雰囲気になるかもしれないですね、うん、って言った直後、俺に向かってふーって吹いてきてる。飛び込めと、いや、注意できるかなと思ってた。うぅぅぅぅ、ダブルでやったダブルだ、ダブルできた、もう一回トラ増えた。よかった、今まさか全く同じタイミング で、ね、そうですね、はい、トラ掘ってきてくれてありがとうございます。助かった、万能ですね。、はい、今後また使わせていただきます。ありがとうございます。いや、桁さんいなかったら意味ないじゃん。ただえずいてるやつ、おじさんおじさんのえずきです。ただただ体調気にされます。
そう、あの下田さん、あの不思議大百科でね活動中なんですけども、はい、あのその活動中でなんか不思議な体験とかあったりしたことあるんですか？あのね、めちゃくちゃ明確なそんなお化けギャーみたいなことはないですけど、今のところ。ただ呪物系ですね、その持ってこられたりとかした時に、まあ、これはとある方がですね、なんか結婚式を挙げた後にその友達からもらったなんかお手製の人形があるみたいなのがあって、うん、でその人形の服とかが自分が結婚式の二次会で着てた布と同じやつで作られてて、で多分そのなんかね、すごい髪の毛こうなんか解かれたりしてたから、多分髪の毛も入れられてるみたいな人形をなんか渡されたことがあって、うん、でもそこからすんごいこう体調が悪いからって言って、まあ、渡されたやつが来てうちに、はい、で、まあ、僕は最終的に別にそんなに何ですかね、呪物に対してあんまり興味ないので、あの田中俊之にじゃああげるよって言ってまたあげたんですけど、はい、その不思議大学の撮影場所に置いてる時に、そこのスタッフさんがね、なんかねすごい嫌がってて、はい、なんか今日めっちゃなんか変な感じっすねとか、うん、そのカメラを撮ってる人が、あのなんかね意識があってこう普通にカメラをこうやってるんですけど、そこから動けなくてずっとこうブル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 震えて、あの起きてるけど金縛りみたいなことにもなったとか言って、ちょっと一瞬その現場がピリついたことはありましたね。起きてるんだけど金縛りっていう、そうですね、ちょっとこう体がガクッてこう固まっちゃって動かなくなってっていう、そうですね、仕事中なのに、仕事中なのにっていう、呪物、やっぱその人形が原因なんですかね、なんかなと。まあでもそれ以外にも、あともう一個の韓国でなんか安く買わされた真っ黒の玉もセットでもらったんですけど、玉多分石やと思うんですけどね、ちょ何の石か分かんないですけど、うっすらねこう動かしたらねこうキラッと光るんですよ。でも真っ黒なんですよ。でこの石もまた別の人が韓国でもほとんど半ば押し売りで、まあとりあえず買ったやつなんですけど、お家に置いといたらすごい不幸が続くからって言って、不幸続くからって言って、そうで、なんか回り回ってなんか家に来て、まあ、それもあの田中と重機にまた渡したんですけどもそのどっちかでしょうね。その黒い玉ってのももしかしたらもともとは黒くなかったのかもしれないですか。吸収しちゃって、なんか見たことありますよ、なんかもともとね水晶で綺麗だったはずなのに、なんかすごいどんどん濁っちゃってるんです、うん、これ濁ってきてるんですっていう玉とか、うん、そうですね。だからオニキスってあの真っ黒なね、 あるじゃないですか、はいはい、あれって透明感ないじゃないですか、うん、なんかね真っ黒やけど透明感あるんですよ、すごい難しいんですけど表現が、本当になんか変な玉でしたねあれね。でも田中さんの元に全部入りましたそういうルートがもう出来上がってるんですね。出来上がってます、はい、まあ、でも田中さん元気でね、元気でやってます、やってますんで何よりですけども、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆様いかがだったでしょうか。この番組ですね、皆様からの不思議体験随時募集しております。個性的な階段に揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。